みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回は4連休中シルバーウィークに買ったものを紹介していきたいと思います。はいはい、ということでね、まあ、シルバーウィーク前後で買ったものですね。はいはい、ということでね、もう見えてると思うんですけど、結構色ありますよね。はい、で、あの4連休の初日、はい、どこか行きましたね。温泉に行きました。はい、そこでお土産をね、買ったんだよね。はい、なのでそちらの紹介と、2日目かな、お買い物で、うん、島村とドンキに行ってスマホケースを買いました。はい、でその動画はね、もう上がってるんですけど、島村のね、購入品紹介、はい、の動画は、はい、アベールの購入品紹介と一緒に、はい、もう紹介してるので、はい、そちらを見てください。はい、ということで何のスマホケースになったのか皆さん気になるんじゃないかなと思われるので、はい、なんでだうちゅの、リミがなんか下でお友達とフォートナイトをやっていまして、はい、ちょっとうるさいんですけど、うるさいですけど、すみません。今回紹介するのは、その旅行に行った時に買ったお土産と、そのドンキで買ったスマホケースと、あと300金コーナーっていうの、300円ショップ、まあ、スリコじゃないんですけど、うん、これどこの、なんていう300円ショップだろう、ちょっとよくわからないですね。すいません、のちょっと後でもし分かったら出しときます。はい、ということで、それとあと無印に行ってきたの、行ってきたって言っても、まあちょっとね、買いたいっていうか欲しいなと思うものがあったので買ってきたっていう感じです。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。はい、はい、ということでね、まずお土産からなんですけど、まずはです、こちらですよ、じゃじゃん。こちらはですね、私が買ったお土産なんですけど、これボディーソープで、いちご型でめちゃめちゃ可愛くない？このなんか泡が出るっていうの、その中に入ってるものが出るところが緑で、ほんといちごじゃない、可愛いと思って。可愛いよね、それね、うん、なんか使い終わってもさ、中身だけ変えても良さそうじゃない？でさ、匂い気にならない？うん、ちょっとビニール開けてみる？匂いは漂うんじゃないかな。いちごの匂いがするのか、それでも全然しないのか気になるよね。うん、うわ、出してるし。ちょっと見てください、なんかピンク色のジェルみたいなの出てきました。どう、なんか甘い、なんかいちごの匂いっていうか、うん、甘い感じ、甘い香り、でも言われてみればいちご、あ、じゃあやっぱ香りもちゃんといちごなんじゃない、一応なんかいちごの、うん、かき氷のいちごの匂いがします。へー、あー、いちご甘い感じ、あ、でもいい匂いじゃない、結構ね、体中いちごの匂いになるってどう？なんでよくない、別にいいじゃん。髪ならまだいいよ、いちごで、うん、体が一番匂いってどう？いいと思う、甘い、いい香りじゃないか、うん。じゃ次にね、こちらのおもちゃの卵ということで、リミちゃんが買ったんですけど、私が開けちゃっていいのかな、これリミちゃんが買ったんですけど、ねえ、いいのかな、私が開けちゃって。まあ、リミちゃんに戻しとこう、一回開けて戻してリミちゃんに渡して、ね、これピーピーしちゃうよ。あ、そこはいいでしょ、別に。開けてもらいました。いきます。お、まさかのスイーツ、スクリーンズ、あ、でもかわいい、かわいい、プリンセスかな、これは。ディズニーのスクリーンズ入ってました。すごい、いや、マジでウケるんだけど。ディズニーのスクリーンズだよ、だって。なんか DS ソフトが入ってるかもみたいなこと書いてあったんですけど、ディズニーのまさかスクリーンズとはね。まあでもこれでしまっときましょう、リミちゃんにも、こ
ってもらいましたので。でもうちらも中身知ってるよね。そうだからもしかしたら DS 不足かもとか言っとく言っとく次は300円均一の2つを紹介しましょうか。はい、まず1つ目はですね、この黒いポーチなんですけど、こちらメガネケースでして、はい、ママがね、あの買ったんですけど、なんかね、ママメガネ持ってるんだけどそんな使わなくて、そうそうそう、視力めちゃめちゃ悪いのにメガネ使わなくてでもまだ 0.1 はあるからね何入れようかなって、まあメガネでもいいんだけど、ほんと普通にね、でもなんかメガネ入れるにはちょっと大きいかなとも思ったり、まあいろいろ後であれしてみたいと思います。お財布、お財布はいいわ、お財布はちゃんとあるからここにはお札とお財布とカードやだそれはやだ、恥ずかしいスーパーにそれ持ってく勇気ないわ、ちょっとママ、ね、これなんかカードこう頑張ってこう出して、さすがにその時もないな、小銭に次ですね、はいこちらの大丈夫待って、はい、笑いがちょっとはい、以前ね、あのフライングタイガーで、はい、買った充電器があるんですよ、リミちゃん、リミちゃん、これリミちゃんなんですけど、はい、壊れちゃったんですよ、あそのあえ何、配線がビヨーンってなっちゃって、あ何やってんの、はい、なのでリミちゃんがすごい、ね、気に入ってた充電器で悲しがってたので、フライングタイガー近くにないのでね、なかなか行けないから、ないよね、あそこね、だからね、この300均にね、リミちゃんが好きそうな300均買ってきました。あ、いいじゃん、可愛くない、まあリミが好きそうだよね、私はそんなだけど、うん、ここがね、ここがキラキラしてて、ここがちょっと薄くて、うんうん、なんか水色のとキラキラみたいな、うん、ここもここで輝いてるよね、でここもここで輝いてて、ここもここで輝いてるはい、可愛いですね、みーちゃんにね、使ってもらいたいと思います、はい、次は、無印ですね、はい、無印、私無印大好き、なぜって美味しいのがあるから美味しいカレーたち、無印は美味しい食べ物いっぱいあるよね、ないよね、本当に思う、それもうマジで今回はね、初めてね、買ってみたんですけど、はい、まずね、シナモンロールちゃんですよ、はい、なんといってもこれは糖質が 10g 以下のパンということで、はい、そうです、これはママが食べます、次にね、パン、お、ショコラ、これ2個あるよね、そう、これパン、お、ショコラ、リミちゃんとパパさん、いいかな、はい、はい、こちらも糖質が 10g 以下以下、いいね、で、私がこちらのお塩ちゃんは、お塩バター、おいしそう、おいしそう、はい、ということでね、はい、今度朝ごはんで食べたいと思います、はい、結構このパンね、賞味期限が長くて、まあ、なんと10月の31日ハロウィンです、ーああそうだね、ハロウィンすごいね、長いんですよ、賞味期限が、あとまだ今ね、9月の26の、あ、29なんですけど、あ、今日ね、そうそうそう、あと1ヶ月もあるよ、やばくない、あと1ヶ月ね、のんびり食べれるねでも私明日で食べようと思って確かに、はい、じゃあ次、続いてはですね、こちらのケーブル収納、はい、皆さんこれ知ってますか？なんかちょっと前に、うん、まあ、バズったというほどではないと思うんですけど、結構なんか一時期人気だったみたいで、それ動画で見てたんですけど、はい、そう、行ったらあったので買ってみました、中身がこうなっててですね、そう、でこっち側がこう回るようになってこうなるんですよね、でもあんまりごっついさ、充電器みたいなものは使えないかなと思うんで、これさっきのリミちゃんのやつちょっと巻いてみる、でなんかごちゃつくじゃないですか、だからイヤホンとかでもいいのかもしれないけど、まあ、ケーブルなら何でもいいのかな、あれあれあれ、あ、一応少しは手で巻くんだよ、あ、なるほどね、そう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 、
まあ、こういう感じでちょっとこれぶっといからあんまりいっぱい巻けない、もうちょっと細めのやつだったらいっぱい巻けるのかな、うん、巻いたら、うん、こう回すみたいな。でここのさ溝、横の溝から出す、そう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 、そうでパカッてしまって、大丈夫？溝からちゃんと出てる、ケーブルちゃんと溝からは出てます。はい、こんな感じですね。で絡まらないと、本当はもっとね、これこのね充電器がめっちゃ長いのであまり、はい、わかんないかもしれないんですけど、ね、これ以上回はんと入んない。そう、もうちょっとね細いのでやればいいんですけど、ちょっとしょうちゃん持ってないっていうのに、部屋にすいません、わかりづらいかもしれないんですけどね。うん、もう一つはですね、なんか同じやつなんですけど、ここにね、ここがついてて、こちらなんとスマホ立てになってるんですよ。すごくない？こんな感じでスマホをこう立てれて、そうだから、ね、あの充電しながら後ろでこう充電器をちょっとすごくないと思って、まあなおかつめちゃめちゃフィットする、見て、ほら立てられると、そう、結構ぴったりめなんだよね。だからケース入れてると入んないみたいな、そんな感じなので、ちょっとこれ興味があったんでね買ってみました。おー大丈夫、あーごめんね、うん、最後はですね、なんとこちらのスマホケースを買いました。はい、アディダスか、あのうさ耳のね、どうですよ、悩んでどっちでしょうか。もう本当にね、めちゃくちゃ悩みまくって考えまくった結果、こちらになりました。じゃーん当初ね、あの動画内で迷ってたアディダスとはちょっと違って、はい、こういうなんかケースの方に結局したんだよね。もうパカパカになってるやつを買いました、うん、はい、じゃあ設置というか入れてみますか。見せみますか。おお、めっちゃフィットですね。いいじゃん。ねマジで可愛い。見てこれ。めっちゃお気に入りだそうです。こんな感じになっててね。ここにアディダスって。可愛いと思って。はい。ということで、しほちゃん最近ね、そうスマホも気づいてくださってる方もいっぱいいたんですけど、スマホを変えました。はい。というか、まあしほちゃんにこれからいろいろとね、しほちゃん自身のスマホで自分自撮りでもいいんですけど、まあ、撮影をねいろいろしてもらいたいっていう、まあ、するっていう感じの意図も あり、まあ今もう今までも iPhone11 じゃない、うん、8 8だ8、今までも iPhone8 を家族全員使ってて、でママだけちょっと早めにね11に変えちゃったんですけど、まあ、11 Pro ですよね。そう、ママは11 Pro に変えて、はい、でその後ちょっとね、ソフトバンクさんからハガキが来て、はい、今なら今度新しい iPhone が出るじゃないですか、秋って、はい、出るんですよ。だからそれに伴ってかわかんないんですけど、今ねもう生産はされないらしいんですけど、今売ってる iPhone11 ごめんなさいにこれね、はい、安くっていうか値段アップしないで交換できるよっていうハガキが来てって、それでねちょっとね話を聞きに電気屋さんに行ったわけですよ。はい。でね、まあ、リミちゃんはどうしても今のスマホがお気に入りだから、それにリミちゃんまだ3年生なので、そこまでね、そんな11なんて3年生で持ってる子いないと思うので、まあ、リミちゃんそのままにしようと思ったんですけど、まあ、パパとしほちゃんはどうしようかなと思って相談しに行ったら、うん、まあ、来月ぐらいにね新しい iPhone12、うん、かな出る22 言えてないけど、はい、が出るよ、出ます22す、あれ何私英語苦手まあね、それが出るからそれを待ってもいいかもしれませんみたいなことを言ってくれてね。で、まあもし11に、うん、もし11に変えるんだったら在庫がある色しかないよっていう話だったんですよ。はい。でパパはどうせ新しいのが来月出るんだったら新しいスマホがいいということで、今回はねパパは変えないっていう選択をしました、はい、でしほちゃんどうするって言ったら、さすがにしほちゃんもね5年生で最新機種はと思ってまあ11だったら安くね
変えられるし、今までと数百円の差しか変わらないんですよ、月々、うんうんうん、ということでいろいろ話を聞いて結局変えることになりました。はい、で変えましたね。はい、まあ、しほちゃんは一応こういう YouTube とかいろいろやってもらってるので撮影がねやっぱりあるんですよ、自分の部屋で撮ったりとか。はい、はい、なのでその辺も、あと今後ね、LINE の公式も始めるので、はい、LINE にお友達登録してもらうと、LINE のタイムラインでしか見れない動画が見れることになりまして、はい、その動画にもしほちゃんが、まあ、毎回じゃないんですけどね、撮影してもらったものも載せていこうかなということになってましてね。はい、はい、そうなんですよ。なので、しほちゃん、スマホをちょっとね、画質のいいものにしようということで、じゃあ、これを機に変えてしまおうということで、変えました。はい。はい。ということで、今度ね、中身が見たいっていうお声があれば、中身もね多分変わってないと思います。そう、全く変わってないんです。そのままこう映しちゃったから本当前回のと本当もう丸っきりそのまま映ったような感じ。はいはい、なので変わってないと思うんですけども、一応見たいっていう声があれば紹介してもいいかなと思います。はいということで、はい、以上でございます。はいはい、ということで今回もね4連休中シルバーウィークの時にね買った購入品紹介をしてみました。はい、はい、まあ、ちょっと買ったものあんまりなかったんでね動画にしようか迷ったんですけど、ねね、一応この辺ねこう卵ちゃんとか映ってる？映ってます。こう卵ちゃんとかを気になるかなって思った方のためにあとこのスマホケースどっちにしたのっていうその気になった方のために、はい、はい、ちょっとね商品少ないんですけど動画にしました。はい、はい、ということでそれではバイバーイ。